アジの梅照り焼き薬味おろし添えをご紹介します。美味しそう。はい、アジは、ね、初夏に旬を迎える食材ですが、まあ、クエン酸が豊富に含まれた梅も合わせて使用することで夏バテで食欲が出ないこの時期にぴったりな、さっぱりとした一品に仕上げております。では材料を見ていきましょう。今回は旬のアジを使用します。3枚におろされたものですね。アジは魚介類の中でもタンパク質やカルシウム、ビタミン B1 などが、まあ、バランスよく含まれたヘルシーな魚ですので、より今の時期に食べていただきたい食材となっております。またアジは大根と一緒に食べることでより血液をサラサラにする効果が期待できると言われてますので、こちらを使ってリューチェルさんに3分で今日も作っていただこうと思います。簡単カラフルクッキングスタートです。はい、ではまずはアジの両面に薄力粉をまぶして、大胆ですね今日もワイルドですね性格出るよね。もうごま油敷いてね、皮目から焼いていきます。でもう火も強くしちゃって、もうワイルドですね今日も。はい、で火も全開にじゃあリュウジさんしちゃってください。いいのよね、あなたの好きな味の味ありがとうございます。じゃあみょうがと大葉いきましょうか。はい、みょうがはですね、もう粗みじん切りに切っていきます。で大葉をもう手でね、ちぎっていきます。まあ、夏っぽくね、薬味を効かせていこうと思います。なかなかの包丁さばきだったね。そうですね。そして大根のぐわっと掴んだけどぐわっと。ではりゅうちょさん、先にアジをちょっとひっくり返していきましょうかね。はい、アジひっくり返します。はい、お願いします。あなたの好きなアジの味ノリノリですね今日は。はい、大根おろしいきましょう。いや、いいですね、もうりゅうちょさんっぽいですね今日は。ねみずさん、大根おろしはよくやっぱこの時期召し上がりますか？大根おろしちょっと辛くて好きです。ね、もう本当に食欲が落ち気味な時にはぴったりな大根おろしですけれども、今回はね、こうちょっと添え物として使用しますけれども、はい、いい感じですね。はい、では、大きいボウルにそのすりおろした大根と薬味をあえて、薬味おろしを今回作っていきます。薬味です。美味しそう。大根おろしだけでも美味しいんですけれども、このお好みの薬味加えていただくとさらにさっぱりしますので、はい、じゃあちょっとタレ混ぜ合わせていきましょうかね。はい、そうですね。はい。タレも今回、まあ、ものすごい簡単です。もう見て分かると材料3つしかないんですけれども、お水と白だしとこちらの梅肉が今回ポイントですね。チューブタイプでももちろん大丈夫です。そして軽く混ぜてたらもうちょっと入れていきましょう。はい、入れます。最初にいい感じですね。めっちゃ美味しそうな香り。最初に薄力粉を加えていただくとやっぱりとろみも非常につきやすいので、今回は薄力粉もね最初にまぶして。想像できない味だね。でも盛り付けを、はい、もうやりやすい形で、はい、で汁もね今回タレ、美味しいので汁も一緒に全部盛り付けをしていきます。早っ、ちょっと1分時間最短ちゃうか。そう、うん、そして薬味おろしも最後ちょっとスプーンで軽く混ぜ合わせて薬味おろし最後添えましょうか。あ、いいね、いいね、ありがとうございます。うわー、さっぱり見た目も、これがね美味しいんですよ。さ、ではね、こちらでアジの梅照り焼きの、もう大葉がずれてますけど完成です。大葉がずれずれですけど、早かった早かった。うわ、梅と大葉のさっぱり感、みょうがのシャキシャキ感、サバのうまみ、ちょっとこれ最高よ、うんうん、ここ梅と合うんですね。合うよね。合う。なんかちょっとその青臭さが一気になくなるっていうか、うん、さっぱりするんで、うん、はい、味がすごいさっぱり、うん、あなたの好きな味の味なんなんですかね、勝手の生かされてるわ。今回ですね、大根とみょうがと大葉でシンプルに仕上げたんですけれども、はい、夏野菜のきゅうりとか、あとはまあきゅうりを刻んだりすりおろして加えてもさらに夏らしい一品になりますので、アレンジも楽しんでいただければと思います。